前後の高出力モーターで4輪を独立駆動せる、はい、車の挙動をコントロールする、全く新しいシステムを搭載。どんな条件の道でも安定したコーナリング性能を発揮します。さらに高度なトルク制御技術により、あらゆる路面上で精度に応じたしっかりとグリップする安定感は、それは自信と安心を持っています。まして、自分の運転がうまくなったり、そして運転がもっと好きになる。Nissan アイアンコンセプトは、そんな新たなドライビングプレジャーを提供してくれます。そして時には、車が運転をサポートしてくれます。 Nissan アイアンコンセプトには、同一車線内のハンズオフ機能と高速道路のナビ連動ルート走行を組み合わせた次世代運転支援技術、プロパイロット2.0 を搭載しています。さらに、日産アイアコンセプトは常にインターネットと伝え、まるでスマホのようにソフトウェアをアップデートすることが可能です。つまり、あなたのライフスタイルに合わせて常に進化し続けるのです。いかがですか、日産アイアコンセプトは EV ならではのパワフルでエキサイティングな走り、自分で車を操るような姿勢に加え、この日産の走りや駐車を車がサポートすることで、ドライバーを煩わしさから解放し、より自信と余裕に満ちたドライビングプレジャーを提供してくれます。日産アイアコンセプトは EV の可能性を拡張します。空調などドライバーの好みに合わせたセッティングで出迎えてくれます。またドライバーのスケジュールとつながり、渋滞などを考慮した出発時間をスマホにアナウンスしてくれます。この日産 IMK には進化したプロパイロットを搭載、 EV ならではのキビキビとご気味よく爽快な走りで、自分で運転しても車に運転を任せても移動は快適です。ご覧ください、日産 IMK のインストルメントパネルはこんなにすっきり、スイッチやボタンなどはありません。日産 IMK がドライバーを認証し起動すると、あらかじめ選んだお好みのユーザーインターフェースがホログラムで映し出されます。ドライバーはこれらをスマホ感覚で操作できるんです。目的地に到着すると、バレーパーキング機能で車自身が駐車スペースを探して自動駐車します。さらに日産 IMK は見えないものを可視化してドライバーに提供する将来技術、インビジブルトゥービジブルを搭載しています。例えば離れた場所の友達とまるで同乗しているような感覚でドライブを楽しむこともできます。インビジブルトゥービジブルの双方向機能は、誰もが自分好みにアレンジすることができ、一人一人の興味や運転のスタイルに合った特別な体験を生み出します。いかがですか、
日産 IMK がもたらす人間の能力を拡張するかのような体験。そんなかつてない価格はもう手の届くところにあるのです。世界初の量産型 100% EV、 日産リーフ発売から9年、日産の EV は車を変え、暮らしを変え、社会を変え、今や当たり前の存在となりました。日産は EV の開発と並行してエネルギーの効率的な利用を追求しています。車は走っている時間よりも止まっている時間がはるかに長く、停車中 EV に溜めた電気をシェアすることで効率的で豊かな暮らしに貢献します。それが日産エナジーシェアです。例えば走行後余った電気を家庭の電力として使います。これはもうすでにビームルーホームで実用化している技術です。移動先の駐車場からビルなどへ電気を供給し、地域のエネルギーマネジメントに貢献することも可能です。またその電力を駐車中の他の EV にシェアすることも可能です。このビークルトゥーエディングの実証実験もすでに始まっています。 EV は今走る蓄電池です。都市部での活用だけでなく、電力インフラが整っていない地域での活用も期待されます。もちろん災害時などの電源供給も EV が担うことができる重要な役割です。すでに多くの団体や企業、自治体が日産インテリジェントモビリティ、日産エナジーシェアに賛同し EV の導入を推進しています。 EV ディーリングカンパニー日産はモビリティにおけるエネルギーディーリングカンパニーとして歩みかけています。そうなんだ。日産アイエムコンセプト、日産アイエムケー、そして日産エナジーシェア。私たちは自信に溢れて車を乗るアバターを作りました。運転を踊り越えに行くことで